イワシのパスタを作ります。イワシのパスタっていうのはシチリア島で、よく見かけるメニューです。パスタコンサルデ、サルデっていうのはイワシのことですね。材料、まずイワシの三枚おろしを2、3枚ですね。今日は特別にアスパラ使っちゃいます。それから、まあ、普段は普通はアスパラ使わないんですよ。で、あとトマトソース、これはピューレタイプです。トマト缶とかから作ると時間かかるので、僕はピューレタイプをおすすめしてます。あと小麦粉、あとでイワシに振ります。ただパスタは今日はリングイネという楕円形の、断面が楕円形のパスタを使います。これソースが魚介系のパスタにはよく使われるパスタになります。では作っていきます。
ぱりイワシのパスタだから塩ですね。いただきます。食べる前にチーズを振りかけますね。チーズはおろしたてが美味しいんです。今日はペコリーノロマーノチーズ、ちょっと塩気のあるチーズ、羊のチーズですね。うん、イワシうまい。アスパラもいい感じ。ごちそうさまでした。大変美味しかったんですけども、今日は反省点があります。まず、イワシに塩コショウをしてから炒めた方が良かった。それから、ソースとイワシもやっぱ絡ました方が美味しいですね。最後に別添えじゃなくて一緒にトマトソースで煮込んだ方が良かったと思いました。まあでも総じて美味しかったかな。なんかシチリアの中庭で食べたあの味をちょっとお見せしました。では今日はこの辺で終わりたいと思います。まあよろしかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではでは、チャオチャオ、チベディアモ、チャオチャオ。